もう一回アカデミーの土使う、はいはいはい、これ何土なのこれ、一番最初は赤、うん、はい、でどっちかはみんなで決めればいい、固定板これ一つこれこのくらい取って、こっちの固定板上がらなかったね、上がると同時に乗せて、あ、そういうことか、おお、これ速くなるとこういうなるわけ、今日塗った後壁が乾燥していく色の変化を見るとすごく面白い、森があるから水が、水があるから森があるでもその水がこの岩も作って、岩を水が風と水が砂にしたりとか土にして風化させて、自然の色合いで物事ができていくってね、色を手に入れるって感じだね、買うんじゃなくて、地球の色ってことだからね。